見守りアプリを使っていた。また幼い子供が置き去りの被害に。今回逮捕されたのは札幌のテレビ局社員でした。北海道テレビ放送営業局の47歳の男と同居する25歳の女は、今月2日生後7ヶ月の息子を自宅におよそ8時間置き去りにした保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。2人は午後8時半ごろに外出して飲食店数軒で酒を飲み、翌朝4時半ごろ女が先に帰宅した際、鍵をなくしたため家に入れず警察に通報。警察と消防が窓を割って入ると、7ヶ月の息子はクーラーが動いていない寝室の布団の上でうつ伏せになって泣いていたということです。7ヶ月の息子の体調に異常はありませんでした。2人は古いスマートフォンをカメラ代わりに使い、こちらの見守りアプリで子どもの様子を見ていました。見守りアプリは介護の現場や留守中のペットの様子を確認するのに役立つ一方、幼い子どもの見守りに使うことへの危険をこう指摘します。何が起こるかわからないということですよね。突然吐いちゃうかもしれないし、熱が急に上がってくるかもしれないということですよね。それを見守りカメラで見ていただけではわからないこと、情報がたくさんあるということですよね。何かあった時には駆けつけられるすぐ近くにいるということが大前提ではないかなと。調理をするとか洗濯の取り組みをするとかいうようなことの場合にはですね、見守りカメラで情報を得るということは有意義かなと、メリットはあるのかなと思います。先月、釧路で2歳と生後4ヶ月の幼い兄弟を自宅に半日以上置き去りにした疑いで両親が逮捕された事件。母親は遠隔カメラで子どもたちの様子を確認していたと話していましたが、帰宅して初めて生後4ヶ月の次男がぐったりしているのを見つけました。次男はその後死亡しています。見守りアプリを使っていたと話しているという北海道テレビ放送の社員の男。男は息子が救助された後に泥酔した状態で帰宅したということです。取り調べに対し同居の女は、以前から同様のことを繰り返していたなどと話しているということで、警察は見守りアプリを過信した置き去りの実態を調べています。